麻酔科医富永紀夫です。これまで救命救急の現場においては意識がなく心臓が止まっている、そういう状態の人が目の前に現れた場合、道端でも屋内でもそうですね、その時には大きな声で救急車を呼んでくださいと声をかける。そしてもう一つは AED 除細動器を、誰か AED を持ってきてくださいと大きな声をかける。この2つのポイント、この大きなポイントとともに同時に心臓のマッサージを始めるんです。新型コロナウイルスによる感染が非常に蔓延している今では、倒れられた成人に対しては老若男女問わず全員がコロナ感染症をしているのではないかという扱いになっています。ですから以前、この感染前には心臓マッサージ、胸骨圧迫による心臓マッサージとともにマウス to マウス、口から口への人工呼吸、鼻を押さえて口からの人工呼吸を行うことが救命救急の基本になっていました。しかし今は感染の恐れがあります。ですからしなければならないのは心臓マッサージと、そして持ってこられた AED 除細動器による心臓への電気ショックです。しかし小児の場合にはマウス2マウス、人工呼吸もこれまで通り行うことが一般的です。コロナ感染の懸念がある場合には小児の場合でも胸骨圧迫による心臓マッサージと AED による除細動を行ってください。屋内でも屋外を問わず人が倒れたり心臓が止まってしまったりすることに遭遇する可能性は皆さんにあります。心肺蘇生方法、ぜひやらなければならない一般市民でもできる心肺蘇生方法ですね。大きな声を出して救急車を呼んでくださいと声をかけること、そして AED どこか持ってきてください、誰か持ってきてください、大きい声をかけて救命救急に携わる勇気を持っていただけたらと思います。このチャンネルがいいなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。